1月の緊急事態宣言の発出以降、飲食店の時間短縮を中心としてピンポイントで行った対策には大きな成果を上げ、1都3県の新規感染者数は8割以上減少しております。病床の逼迫が続いていた千葉県などにおいても、病床使用率は 50% という解除の目安を下回って 40% 以下になっております。こうした状況を踏まえ、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県について3月21日をもって緊急事態宣言を解除することといたします。しかしながら、感染者数には横ばい、あるいは微増の傾向が見られ、リバウンドも懸念されております。宣言の解除にあたり、本日感染の再拡大を防ぐため5本の柱からなる総合的な対策を決定いたしました。第一に、引き続き対策の中心となる飲食を通じた感染防止です。第二に、変異株に関する監視体制の強化です。第三に、感染拡大の予兆をつかむための戦略的な検査の実施です。第四に、安全迅速なワクチン接種です。そして第五に、次の感染拡大に備えた医療体制の強化です。これまで1年間対策に取り組んできた経験も生かし、国民の命と暮らしを守るため、本日の決定に基づき、政府一体となって全力で取り組んでいただくようお願いいたします。